K.ラジオ。え？いや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 。プレミアムって入ってきてください。ジャングルかなんかおんのここ。あのプレミアムって入ってきてもらっていいですか。いや入るけど。K.ラジオ。いやだから入れるようにあのつなげてくれんと入れへんって今。わかりましたよ。なんでちょっと消えてんの。K.ラジオ。おやる気ないな。K.ラジオ。なんか変やねん。何それ。すいません、イントネーションがおかしかったです。何やねんそれ。 K.ラジオマイナスプレミアム、プレミアムス、プレミアムス、 K.ラジオプレミアムス、ああプレミアム、 K.ラジオプレミアムっていいんすか。なんでじゃん。俺たちだって動物、こういうのって好物、ついに、ね、ここまで言われたら動物、腹の底から好物、好きな曲歌います。俺たちだって動物、故に持ち得るオリジナルな修正、自分で自分を修正する、あはは間違えた、自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッドハビット。うわ、故に持ち得るオリジナルな修正まで歌えたのにさ、それで喜んでさ、自分で自分を召喚するなよみたいなこと言ってもうた。分類するなよでした。うわえ、これ一応ラジオで撮ってんねんで。え今なんか普段の会話のように俺に話してる。えラジオでした撮ったあるで、うん、これまあファーストテイクみたいなもんですね。言ったらもう一発撮りです。あそうそう、まあ、ファーストテイクといえばあのカジサックチャンネルのさんの見ましたか。見たよ。体踊る、いや心、あ心、心踊れ、それ踊っとるやん。ただにただ単に心踊るアルコール、アンコール、あアンコール、心踊るアルコールは確かに踊りそうやけど、踊るそうやな、ダンスダンス、それ踊るけど、音、いつ音鳴らさんでいいや、え、俺が映ってる、まあ、そらね映るでしょ、水面に、いや水面ってコーヒーですよ、めちゃくちゃ、なんかその水面には言いづらいよ、ナリアさんも今日コーヒー飲んでますね、飲んでるよ、いやいつも飲んでるよ俺。え、それ何で飲んだんですか。なんかメーカーとかあるんですか。メーカー、うん、今日何で入れたんですかそれ。これはあれですね、今日はあのブラジルさんのね、はえブラジルさんのコーヒー、うん、ちょっとねあの苦味が強いんですよ。もしかして産地直送ですか。まあやらしい思ってますね。一番いいやつや、うん、一番いい豆って産地直送なんや、はい、やらしい思ってます。結構これはこだわってますね。あちなみに なんかどの豆なんですか。そのキーマンジャン。えマジっすか。産地直送っすか。そう産地直送。プレミアムや。プレミアムこれに合わせてるからね。これこの時しか飲まないんですよ。えそういうこと。この時しか飲まないんですよ。え僕普通にあのシュパーで買ったようなあのかすいやつですよ。言い方悪ない。かすい。ほんまなんかかすいやつなんですよ。なんかあったん。いや、別に何もないです。シュパーとはなんかあったでしかなくない。ビラとはちょっとあったんす。なんかあるやん、ビラとはスーパーのあれでなんかあるやん。昔一緒にやってたんですけど。何を。あいつだけ離れていきました。いや、そういうのあるけど、よくなんかあのな仲良かったんやけど知らん間にそう、離れ離れというか。で、アルディが整形してホッファーになったんですよ。じゃあ、それあれだ。ドイツの、うん、ドイツはアルディやねんな。そう。こっち、ホッファー、あれが一緒、メーカーが一緒。なんで名前変わんねやろ。ねえ。何の会話してんの。あれ、でも心躍るはいいな。久々聞いたけど。入れたもん。俺も入れました。心躍るは通りがスタート。トンボさんがうまいですね。めっちゃ似てない。めっちゃ似てる。あのほぼ本家。それな。それで言うと、うん、ほぼ本家っす。ね言ったよ。あ言ったか。うん言ってたよね。今日ね体勢が変わったんですよね。ああそうですね。席順っていうのこれ。席順かな。いつも横で仲良く2人でやってたんですけど。しかも横ってキモいな。何がすか。
ちょっと何がキモいのか説明して。横並びでずっと、でも横並びもこの縦の関係も嫌やん。いや、ずっと見てられますよ。うずっと見てられるって、はい、ずっと見てられるです。きつい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 。後ろの壁は、ね、壁やん。後ろの壁ずっと見て。俺は入ってこへんの、そんなの。そうそう、その世界に俺はいい。その世界にはいなかったです。何なんすか。あの、今回ね、ちょっと横関係ではなく縦関係ならぬ三角関係。なんか一人増えてるお前。一人増えてるやん。あの、縦関係で、ね、やらしてもろて、まあ席順が変わりましたよという、あの、結果です。いやいや、結果ですね。しかもそれ聞いてくれてる人は別にだからって話だよな。そうっすか。だって見れへんもんだって。結構大事っすよ。でも、あの、インスタのストーリーに上げてるんでね。あ、見てほしい。はい、こんな感じでやってますので。そう、マジでラジオ雰囲気でやってるな、これは。そうですね。なんかいきなりラジオブース入った感じですね。入ったことあったお前。いや、ないです。ないやろな。でもないインタビューとかされたことあります？インタビューはある。もう高校の時あったんですよ。あるやんけ。それある、あるやろ。サッカーの時とかあるやろ。そう、サッカーの時もテレビでインタビュー来て、全国、あ、違う、長野県なんとか大、あの、選手権のやつ、うん、来て、うん、学校にも来て、うん、で、俺、インタビュー答えたんですよ、うん、その前の試合で俺、ハットトリックしてて、うん、期待のみたいな感じで、で、インタビュー受けたんですよ、うん、で、2回くらい受けたんですよ、1個もでん、え？キャプテンとゴールキーパーと、なんか、エース的存在と、俺だったんですよ。エース的存在なのはまあ分かるじゃないですか。でキャプテン、キーパーもまあ大事ですから、ね、うん、で、俺が点取ったから特集されたんですよ、うん、でも出へんの？1個も出ん。で、あの、プレー像だけ出た。よっぽど変なこと喋ってんじゃん。多分よっぽど使えんかったんだと思う。お、そんな喋ったっけと思う。喋ったは喋ったと思うけど、使える内容じゃなかったんじゃん、言葉とか。そう、その変なこと喋ったっけと思って。どんなこと喋るの？いや、それこそ試合終わり、ハットトリックした試合終わりとかは、うん、のコメントは新聞載ったんですよ。けどテレビのやつに関しては、次の試合の意気込みみたいな、うん、それ簡単なことなんですよ、うん、全部喋ったら全部カットで、キャプテンとエースとそのゴールキーパーのやつだけ載った、うん。どういうこと？あれは。そう、そんなほんまに魅力なかったんじゃん。ほんまに省かれてるやん。どういうこと？それ。いや、だから魅力がない、喋りに。お友達にさ、いや、俺インタビュー、いや、まあ、それ、そいつも見てたから、俺も、そのやつを。インタビューされたから、これ絶対乗るな、みたいな話してて。うん、で、まあ、だいたい5時くらいですわ。長野県の放送で、こう、パッて流れますわ。最後まで見て。あれ？映ってないよねみたいな。なんて友達パッて見たら苦笑いしてで肩ポンってされた。そうか。そういうことなのか。でもインタビューなかなか出ることないじゃないけど、そんな放送で喋る時ある？映像しか出えへんねん結局試合の。結局映像だけだった。あとコメントもらってて、そのコメントだけ出るみたいな、うん、俺それもなかった。まあ他の高校もこう映ってたりしてたから、抹消学園の枠みたいなのはあんまあれだったんですけど、いやー、そんなことがあったの、何年前だ。え、なんかそういう記事みたいなのに出えへんの？新聞には出たっす。あ、新聞ね。新聞には出たけど、そのテレビには映像だけだった。そう、懐かしいですね。喋る機会多かったな、結構。確かに喋る機会、キャプテンもあったから、キャプテンでもあったし。ああ寂しいな、それ絶対。え、これあ分解しんといてくれ。俺らの自撮り棒、こういうのをさ、しちゃうんだよね、昔から。ラジオ主催中何してんのかな。あ、あの、そうや、キノに行きたい。キーのね、
映画ね、はい、急にどうしたん映画に行きたい昨日に行きたいについて話しませんか。昨日に行きたいは昨日やん。ゲスタン昨日っす。ゲスタン、イエスタン、イエスタンで言うと昨日何見たいの。俺も映画館は行きたい。今何やってるんですか。こっちのあれちょっと調べてみようか、何やってるか。日本はね、もうワンピース好きなのか、それともみんな見てるから行ってるのか、みんな見てるそれともただポップコーン食べたいだけのおデブちゃんなのか。そんなやついる、うん、あんまおらんやん。その分からんすけど、ポップコーンだけ買ってきて出た映画今流行ってますやん。まあ流行ってるね。ねマングースでしたっけ。いやワンピース、いやマングース、ワンピースのことかな。ワンピースか。ワンピースやろ絶対。あれっすよね、服っすよね。いやそのワンピースちゃうわ。ちょっと来たらもう終わり、うん、やっちゃうわ。ああちゃうか。それに喋ってんの、何言ってんの。え全然ないやん。スーパーペッツしかないな。スーパー知ってるやつないんやけど。いや別にいいんすよ知らんくて。えお前そんなにお金出そうとしてんの。そんなもったいない話ないでよ。リクライニングシートがさ、ドイツの映画館にあったんですよ。最高なんですよ。こっちあるのかなと思って、うん、ちょっと現地の人に聞いてみました、うん、聞いてくれたの。はい。どうやった結果は。はい、なんと、はい、いやこれびっくりした正直、はい、いや本当に、うん、あえウィーンにもみたいな。いやそこまで言ったらもうあることになっちゃう。えそんな言い方したらもうあるってなっちゃう。このウィーンに、ええそんな言い方したらあるってなっちゃうよ。えもう俺じゃあ心の準備できてるよ。いやできました。あできてるよ。だからもうあるってことやん。ありませんでした。いやないんかーい。ありませんでした。いやあるテンションやんそれ。いやありませんでした、ね、いやそれはないねっていうふうに言われて、あっさり言われてるやん。しかもそれ、あそこのウィーン見て見てな、あ分かるよ、あれ俺知ってるのところがいいらしい。ああこうでも高いんじゃないって言ってたっけ。分かんない。なんか一番いいとこがそこらしい。ランド知らせ。あランド知らせかも。そうランド知らせ。そこそこ見て、あ見て、おしそこの場所知ってる。そうそこがなんかいいらしいっすよ。なるほどね。映画ねありました。えジュラシックワールド見たことある。小さい時に見たことあります。ジュラシックパークなの。えジュラシックワールド新しい版。それの進化系ですよね。進化系は進化系やな。あとソーマイティーソーの映画。えオンダオンダのソーノスケの話ちゃうわ、うん、元気してる。そうあ最近ね LINE でちょっと話しましたよ。いきなり電話してみようかな。今何しようかな。はぁ、あ、わかんないな。一回やってみようか。一回やってみるか。出るかどうかはさておき。さておき。ちなみに今日本時間調べますね。はい、いや全然いいよ。だって5時半とか。5時半。一回ちょっとやってみようかな。一回やってみようかな。いやー、一回やってみようかな。え？いや。いや、やったらいいじゃないですか。一回やってみろ。一回やってみましょう。一回やってみようかな。え？なんか怪しい話？もしかして。そうね。いきなり電話してみます。さあ。出るのか。ハロー。ハロー。ハロー。出たよ。はい、ということでね、K. ラジオプレミアム、本日のね、一瞬だけゲスト、本田壮六選手。本田、え？え？無理やって、今無理やって。え？ちょっと用事ある。今ちょっと用事ある。あ、一瞬で、え？あれ？おいマジ、おい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 、マジえ？マジかよ。本田くん？おいおいおい、飛んだかいなって思ったぞこの。飛んだかいなってろって。え？砂嵐起きてるよ。え？まだ
じゃあ、かけ直します。あ、お疲れ様です。はい、もういいです。もうかけ直さなくていいです。かけ直さなくていいです。先生、ラジオ中に、なんていうかな、AK ドットラジオプレミアム、今まで、今回18回目なんですけど、大事故起きました。いや、これは大事故と言っていいのか、大災害と言っていいのか、はたまた、もう奇跡と言っていいのか、とんでもないことが起きましたね。まさかの女性の声が聞こえるという。いや、びっくりしたね。しかも、女性2人くらいいた、ね。2人いた。あれ？なんかこれは。俺めっちゃ大きな声で、エリー何？って言われました。え？奥でエリー何？って言われました。あれ？あともう一人、何のよーって、元気ーとか、うん、もうそれ無視してて、えとかだったけど、俺ら。そういや、でもね、あっちでさ、こっちのね、音楽生ですね、はいはいはい、日本帰ってて、多分会うって言ってたから、うん、うわ、それ、今会ってたん？そういうことやな。あ、でも会ってるのは知ってたけど、俺、一日だけやと思ってたけど。ね、そのなんか、彼氏彼女間で連絡取れてなかったみたいな。いや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 、いや、あのさ、1日だけじゃないの。え、今日もなの。1日だけって言ってたやん。1日だけって言ってたよ。いや、知らない。今日私は会うっていうのに決めてたから。なんでなん。いや、なんでなんとか言われたって。もう友達約束しちゃったもん。なんでなんなんでなんじゃなくてさ、やめてよ。きつい会話やでこれ。 なんでなんなんでなんちゃう。いや、ちょっとびっくりしたね。やばい、やばい。これはあれか、ラジオええんか、あいつ流して。それに関しては分からんな。でも出ると思わんかったな、そんな状況で。よう出てくれた。一旦聞いてみましょう。この一瞬だけだったけど出ていいみたいな、ラジオ。いや、後で聞こう。それ今、もう今と電話してもらう。めちゃ LINE で、はい、どうもーって。あ、 LINE で聞いてくる。え、すごい、すごいな。今ちょっと用事あるとか言って。もうそれ。エリーって言って。用事？用事？まあ、用事やな。用事やな、それは。二人抱えてるからな。妻用事。いや、妻用事。うん。あ、赤。もう出てる。いや、ちょっと待って、今のはすごいゲストやったな。すごいゲスト出ちゃったね。え、なんかあれやな。あっちだおって新鮮やろな。いや、だってこっちで知り合ったやんか、その今回の音楽生とかも。それをさ、あっちで会うって、母国で会うってなんかいいな。いいの。しかもめっちゃ仲いいやん、あのグループというか、その中の3人で会ってて。いいなぁ。え、めっちゃいいなぁ。あ、いいよって来た。お、ありがとうございます。ありがとうございます。面白くしときます。面白くしときます。いや、もう面白いけど。いや、めっちゃびっくりしたんやけど、うん、確かに会うっていうのは知ってて、で、なんか会ってるんやなと思ってんけど。何知ってんすか、そもそも。いや、会うって言ってたから。ああ、なるほどね。あっちで、あれ、そうちゃんと会うよみたいな。そうちゃんと会うよ。そうちゃんって呼んでる、うん、あの一人の子はね。はい、それは知ってたから、うん、でも、今やと思うんだと。奇跡や。え、奇跡や。奇跡の世代ですか、もしかして。奇跡の世代やな。奇跡の世代やな、うん、奇跡の世代すぎ。しかも、うん、もう一人の方、まあいるじゃないですか、もう一人の方の。何が。その3人の中。あ、3人。え、女性の、うん、山好きらしくて。結構我らが長野県山好きなの。そう。え、どっち。お姉さんの方。あ、そうそう。あ、お姉さんの方。お姉さんの方が山好きらしくて。え、そうなん。我らが誇る長野県、やっぱウワラウというか、まあそのあれです。あ、旅行ね。休暇でさ、来てたんですよ。行ってたの。あ、山好きなんや。びっくりした俺。だから今日も山行ってたの。え、今日も山。え、だからその言ったらお姉さんじゃない方の方のストーリーで。あ、嘘。なんか田舎の和歌山県に行ってた。ああ、和歌山県。あれ多分、あれどこ行ってんやろ。岸和田から。
どこ行ってんの、和歌山県で。三重県。いや和歌山県や言うてんねん。え、聞いてた会話俺との会話和歌山県って言ってるやん俺。ああ和歌山県。そう和歌山県。和歌山県、和歌山県と言ったらあれですよね、みかんですよね。みかんやな、有田みかん。有田みかん、有田みかんです。有田クリームシチューのこと言ってるやんお前上田。いや有田。ああ有田、それで言うと有田。なるほどね。愛媛県もみかんですよね。愛媛もうまい。京都って何あるんですか。京都はいやフルーツはないんちゃう。そういや果物系は。あなるほど、ね、日本あのさ、そうだ、あめっちゃ思い出した今。何を。ちょっといいですか。え、もういい。じゃあ本田さんの助選手はもうあれは終わりということで。ああでもそう、とりあえず元気そうでしたね。元気そうでした、はい、はい、楽しみにしていますと来たので。めちゃくちゃ思い出したわ今。また後でいじります。あのさ、はい、そう、それこそ今日本の話をしてたじゃないですか。日本はしましょう。でまあ今年の冬、うん、そのさ、まあ俺1年半くらいなんだかんだ帰らないことになるから、そうやな、一度その帰省しようかなと、うん、ああそうやな言ってたね。まあそれを何回かラジオで話させてもらってます、うん、まあ、もちろんさサッカーしますやん、うん、みんなで集まってマッチでね、もう動いてるんですよその話。やっぱどれだけその休暇を楽しめるかっていうのが大事なんで、うん、動いてるんですよ、うん、でね、まあ、今考えてるのは、うん、そのもう6個下くらいまで集めて。だいぶ集めんの。集めてるの完全に、うん、で、俺らの代と、もう一個下の代、うん、これ1チームで、あの妹たちの代と妹たちの上の代で1チーム、うん、で、その下で1チーム、うん、作って3チームで、うん、リーグ戦みたいな感じでまあ普通に集まってしようかなと思って。で、でさ言ったらさやっぱ、なんかあった方がいいんじゃないですか。なんかあったらと言ったらまあ、はい、商品というか。あ、商品、優勝のなんか欲しいの、うん、あるじゃないですか、うん、で、正直優勝商品とかやり始めちゃうとそのチーム分やらないといけないとか、うん、まあなんかサッカーボールとかさ、なったらさ正直もうこの年になってサッカーボールみたいな他の商品でもいいんですけど、景品とかでもいいんですけど、うん、え、それ行くみたいななったんですよ、俺の中でね、うん、ってなった時に、うん、じゃあどうしようと思って MVP 決めようかなと、うん、とりあえず MVP 決めようと。で、MVP にだけその景品というか、うん、なんかこう、あげようと思って、うん、何がいいかなって考えたんですよ、うん、称号がいいかなって思ったんですよ。いやいや待ってくれ待ってくれ、称号、うん、言うたらなんで称号かだけ話させてもらっていい。いやせやな、なんで称号なお前なん正直何にも意味ない。いや正直何も意味ないことに意味があるんですよ。やばいや、何も吹かないんやけど。なんかさどうしたらいいん、これ吹かってない感じ。このさ称号をもらうやん、うん、でさ言うたらそのサッカーの後にさみんなでご飯行きますとかありますよ。ある。その時に笑えるような称号、いやお前今日の MVP でなんか例えば街で一番になりましたでしょうとかもらったからそのめっちゃ生きってるやんみたいな、それでさ会話が弾むやん。弾まんやろ。なんかさそのさ会話が弾むようなさ称号が欲しい。何やねんそれ。それをさ別にいらないんですよ。別にあの普通に言ってたらそんな称号つけることはないんですけど、でも称号をつけたい。何やねんそれ。なんかさ物で終わらしたくないですよ。わかります。例えばだから称号って言ったら MVP は何々です、何々さんには称号の王様を。そう、そしたらもうそいつはもうあの例えば俺が MVP だったら北澤智也王様って言って。え、じゃあもうそいつもそいつで結構あれやで、そいつがそういうあれシーンだったら盛り上がらへんの。
そうそう、おい持ってこい、そうそうそう、おや王様、王様やなもうとか、それだけでさバカ盛り上がります。いやそれできんの、それが、いやあのまあそれは MVP になった人にもうやってもらうしかない。いやもう王様だからな、やんない感じだったら王様 だからそのみんなじゃあひざまずいたりみたいな感じで俺がちょっと寸法したりとか、なんかそのさ一芸ができるようなさ称号が欲しいんですよ。あそれ、それを一緒に考えませんかっていう、ここで降ってきてんの、はい、お前エグいってなんかない、なんかさ面白称号がいい、だから王様とかじゃなくて、だし本当にちょっと嬉しいっていう、 MVP になってよかったなって、うん、だってさなんだかんだだって3チームでしょ、15人くらい集まったとして45人50人近くの中のさ、うん、一番なわけです。え人数はど集まってきてんの、その参加する、いやまあ大体、まあ、ただその受験生とかやっぱその就活生とかいるから、それによってはその俺らより上、でも就活ついてももうその子終わってるやん、あの俺らの下の代が、あそうか、そうですか、でもまあ1日くらいでいけるじゃん、だって11月12月かよ、問題ないじゃん、それにさ合わせて、それこそ大学でサッカーやってる人とかはやっぱりそう、まだあるから、インカレあるある、が冬にあるあるある、うん、なんかそれも含めてなんかご飯の時とかにさ、あお前例えば王様だった、王様 だからその水とか持ってくるさ、ちょっとおもろくできるかなっていう、そのなんか一生残る称号をつけたいんですよ。みんなが知ってるような称号の方がいい、例えばさみんながキングダムしてたらキングダムの称号なんかいい、つければいいし、大将軍、大将軍みたいな、それいい、なんかそういうのをさつけて一生一生いけるかな、持ってられるような、一生やろ、一生いじれるような、これなんかなうまいことやったらおもろいんじゃないかって思っちゃったんですよ、うん、その確かにじゃタオルみたいな優勝商品、あ MVP の商品はタオルとなんかですよね、ありがとうございます、いらん、もういらん、令和はいりません。欲しいけどな。古いです。俺欲しいけどな。エレアさん古いっす。いや俺欲しいって。商品で、あ景品で。だってもう MVP もらってる時点でそいつすごいやつやんだって。そうそう。一応だからいいよもうそれで。今日何 MVP やけど何みたいな。あ MVP が称号なんかも。もう称号っちゃ称号やん。MVP っていう名前じゃないね。最初から。そう変えとかな。そうやな。変えとかな。称号本日の例えば王様はみたいな、なんか今回、一番活躍した人にはある称号を渡していきたいと渡したいと思います。で、まあ、この街で本当に今日集まってもらったこの50人の中で一人しかつけるんですよこの称号、うん、ちょっと特別感だし、それどこでやるの、自分地元、それとも地元もう長野高校のやつらも全員高校やろ、だって中学までが大体一緒なんで、その地元で、あそのメンバーか、でただその人数が足らなくて他のところからちょっと来ましたみたいなのは全然 OK な感じで、それはもう、うん、どうやろうな、称号苦いかな、わかるっすよ、その MVP になってさタオルもらったりとか、なんか景品もらうのわかるんすよ、それでいいのかって思っちゃって、楽やんそれは、いやそれでいいけどな嬉しいけどな、うん、それでいいんだけどな、本当はそっちの方が嬉しいよ、ね、なんかそこのさ、だって MVP だけですごいけどな、そいつなんか会話の中に持ってきたいので、なんかそれは各チーム1人ずつ公平にするために1人ずつこうちょっと呼んで、試合見た感じと一緒にプレーした感じで、あっ こいつやなって決めていこうかな、誰が決めるの、それはもうあの各チーム代表者1人ずつ、俺らの代だったら誰かみたいな、下の代だったら誰か、俺みたいな場合どうしたの、俺ちゃうって俺やろ MVP みたいな、いやもうそれはもう大いに結構ですよ、それやってもらって満場一致じゃないか、そ
それをさ、え、もう11対11すんの？11対11。あ、それかまあ88かな。だ11対11でもうだいぶ広いところだから、ね。もう校庭ですよ。そうなったら。学校だ。え、待って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 、そういうその借りひんの？え、施設？いや、校庭ももう借りなあかんし。で校庭ってでも土やろ。土。え、人工芝とかやらんの？いやいやいや、何言ってんすか。長野県っすよ。え、待って待って待って、こい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 。ないっすよ。え、長野県南信州っすよ。ない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 。人工芝、中学までしたことない。いやいやいや、ちゃうやんちゃうやん。施設あるやん、そういう。いや、あるっすよ、あるっすよ。あるっすけど、やんねんて。フットサル場なんですよ、そこは。え、でも、八百って何個だろう。フットサル場が並んでる一面一面で、もうそこはもうフットサル施設とかその、うん、なんかいろいろできるところなんで、え、ちょ、それなんかえ、サッカーできるぐらいのコートがある人工芝のグラウンドはないの？土です。え、社会人のサッカーの試合がその、ちょちょちょ、社会人チームないっす。何言ってんすか。何言ってんすか。その当たり前だと思うな。当たり前じゃねえからな。うわ、加藤浩司いた。いや、当たり前じゃねえからな。え、マジで言ってんの。いや、え、ほんまにない。いや、これあの、え、多分、え、ちょっと待って、その田舎の人だったら全員がわかるっすよ。え、エリアさんってどんな環境で育ってきたんと思ってます。いや、別にそんなあれやで。俺だって小学校も絶対ずっと土屋市練習。別に高校なんかグランド土やったし、別に土は別にあれやん、うん、でもあるやん、そういう施設が。人工芝の施設の天然芝とか。天然芝はまああれかもしれんけど、まあ、天然芝の施設もあるやろし、人工芝のグランドがあるそのあれ市の施設とかあるやん。そうなんすね。Oh my god。 だから言うたらマジで松本とか、まあ、ちょっと行かないとないんですよ。あ、そうなん。え、だってさ、いや、それこそさ、中学とか高校さ、練習試合で人工芝でした。中学校俺、サンガやったから、あで練習がまず人工芝でやったから、まああれやったけど、高校の時とかは、まあその練習試合、高校によるけど、高校行った時に、まあ土がほとんどやし、でも大体さ、リーグ戦とか、あ、はいはい、まあもう人工芝やし、練習試合、それ学校によっちゃ人工芝やし、天然芝やし。ないっす。なんかでも一回俺らの中学が人工芝に全部張り替えますみたいな、うん、あったんですよ。でももう無理だね。多分もう無理だね。多分してないと思う。そうなんや。そうっすよ。だから集まりますみたいな、なんだっけ、初蹴りで集まりますみたいな、うん、中学の校庭っすよ。でもそれは俺もそれだってか、高校の初蹴りからここの初蹴りはもう、うん、あ、高校の初蹴りとかはそれこそ人工芝だけど、そう、土の上だから学校にあるもん。俺らあれです、なんか大学のグラウンドと兼用だったんですけど。あ、それやん。もっとく、うん、土やな。それは土やけど、いやでもそう、なんていうの、そういうのじゃない、市の施設にあるやん、そういうのはないってこと。いや、何言ってんすか。マジかよ。当たり前じゃねえからな。いや、それをなんかまあ、トレセンの年とこが使ったりとか、そういうリーグ戦で使ったりとか、あと個人で、まあ、借りた人、例えば練習試合を社会人で組むってなった時にその施設に連絡して、ただここで使えるから、はい、中学生のリーグ戦やったりとか、はい、スクールみたいなのをそこで開くとか、うん、で使えたりとかすんねん。へえ。人工芝の何個かあるよ、そういうとこ。めっちゃ多いわけじゃないけど、それあるよ。車で何分くらいとかなの。俺に近いと別にすぐに行ける。一緒に1個思い当たるな。どこ、聞いてわかる。下鳥羽、下鳥羽球技場、球技場。あー、下鳥羽知らんやろ。知らんす。知らんやろお前。そこ近いの。チャリでも行けるけどね、距離で。近いな。チャリで行ってたし、高校の時から。それこそサンガのグラウンドとかも人工芝。あ、サンガは難しいか。今やったら人工芝と、あと、ハリウッドどこなの？ちなみに俺らのところから車で1時間。何笑ってんすか？1時間。え、何がおもろいんですか？でもなんか、
俺ドライブ好きやから、その距離別に嫌いじゃない。高速時間あれっすよ、お金かかりますよ。高速で行って1時間そうそう。高速乗んの当たり前。お金かかんの。はい、そうっす。お金かけていかなかった。そうっすよ。何言ってんすか。電車ぐらいやん、そのかかり方で言うと。日本ってさ、高速かかんだよね。せやな、それ思ったらこっち心もんの。日本おもろいよね、なんか。何してんの。私で高いしかも、ね、高速って。あれ不便だよ、ね、確かに。その高速にお金かかる。どうしよう、だって ETC カードつけてるか。俺日本でさ、あのゲートくぐりますやん ETC の。あっ ETC あるわ、そういえばってなったもん、やっぱり。あ、そう。確かに。だってまずゲートある時点でおかしい。こっちないやん。ない。それはで、しかもどっちか分からん時やん。ん、アウトバーンなのか普通の道なのか。ああ、分かる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 。俺なんかあれいつも最近そうやって行くからさ、うん、たら、あれこっち来まへんやんって言って、ここアウトバーン来まへんやんみたいな言ったら、はい、会話してたら、ここアウトバーンじゃない、まだ普通の道とか言われて、もう違い分からへんねん、その上の感じは。そんなある、そんなあるわ、めっちゃ感じる。せやな、高速金かからんもんな、こっち。日本とかさ、え、だって1駅というか、1区間やろ、区間。1区間でさ、だから、インしてアウンしてから、いや、インアウーな、インアウンってインアウーで700円。え、それはする。しかも車の大きさで意味わからん変わるやれ。 K やったら安いん。 知らんの。知らん。いや、 K は安いで。 K は安いん。K は軽自動車用の値段で入ってやっと割れて。 K ってカースか。か、いや、じゃあその K じゃない、軽自動車の K。 軽い、カル、あのアルファベットの K の話じゃん。ああ、違うっすか。びっくり、びっくり、びっくり。K。K。K。軽自動車。ああ、軽自動車。それ。え？で、普通車はこの値段。あ、それ知らなかった。で、大型はこの値段って。値段変わってねえ。え、じゃあトラックとか終わりやん。バカ高いで。普通に、ま、1万とかいくもん。え、トラックのうんちゃんとかさ。いや、会社とかで払われてるだろうけどさ、別にそれは問題ないじゃん。それ込みの言うたら発送の金額になってるから。え、しんどい。え、マジで高いで。だから一時期どの区間も全部1000円とかあったやん、安倍総理が。まあ昔やな、昔って言っても高校の時ぐらいかな、そんなんあったん一回。まあ一瞬で終わったけど。それ、え、俺それ知ってるぞ。え、多分絶対知ってる、知ってる、うん、その1000円って、うん、だからどんな短い距離でも1000円になっちゃうから。それとも大きい乗るときは便利みたいな決まってるのかな、なんかある程度。まあ、そういうのもあったけど高いよ。いや高いね、正直。あと、うん、こっちの交通網で言うとあれ、あの信号じゃなくてさ、こう回るやつ、あの円で、あの、ああいうのなんて言うんだっけ、なんていうか知らん。え、あれやろ、入ってそのまままっすぐ行った方まっすぐやし、クライスファーケアみたいな。え、日本語がわからん。あれ、なんか円のやつ。あ、円ね、円やん。言うたら回って右左行きたいんだけど、一回こっち出て、あ、そうそうそう、回って出てくるやん。それそれ、うん、それなんて言うんでしょう。知らんよ。日本にまずあんなんあるけど。え、信号っすよね大体。基本は信号だって、右左で交差点になるから。こっちの田舎道、そうそう、それ、ね、大体それになる。だから、まあ、そっちの方が確かにいいっちゃいいけど、なんかでもそれにしましょうねみたいなのもあるんですよ、日本で。確かに。そうね、信号のあれはやめてみたいな。え、それもめっちゃあれ、文化の違いと。まあ、そうやな。こっちあるある、こっちあるある、あれは高速お金かかるでしょ、うん、で信号機があるでしょ、うん、結局信号があるから事故起きるって言われてる。どっかの国とか言ったら信号がないね。信号ない分注意するね、絶対に。ほう、止まんねん。で確認してから譲り合いとかもあるね。確認して行くから、逆にない方が安全かもしれない。あった方が安全やんか、本来は。見てやるけど、
でも事故起きるところでその信号 の, その交差点のところとかで起きた場合とか多いし、だから赤見てないとか、うん、言ったら注意あんまりしてないんだよ。色だけで見てああ止まるとかやから、ここだけ集中してるから周りのこことか見えひんな、あんまり。信号だけは注意するけど、それ言ったらそれだけに絞られるから、もしかしたらさ青やと思っても、もしかしたら何か来てる可能性もあるわけやから。おもろ。でも僕どっかの国はやっぱそれがないから、そういうの止まる。だからあのそやな、タイとかのあのそれこそトゥクトゥクバイクめっちゃ多いやんか、トゥク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 やな、トゥクトゥクとか、もうだからすっごい人バーって通ってるけど、事故あんまないのは、だからそうやって確認して通ってるからっていうのも聞いたことある。あ、確かにそうやなって、注意イメージできるっすね、その注意しなきゃいけないしさ。確かに止ま、安全は安全であった方が、あ、今止まらないねっていうのあるけど、それ以外の心配もあるわけやんか、その信号を止まるだけがそれじゃない、もしかしたらなんか飛び出してきたりもするかもしれないしっていう、減速スピードもそうと、なんていう、緩めなあかんなっていう、このゆっくりのペースだったら止まれるのに、そこまで、まああれいけるかなと思ってバーッと言ってて、無理やっていうので、あ、黄色か赤かみたいなんでバーンって言ったら危ないし、ね、危ない、もしかしたらギリギリ赤かもしれない、信号がなかったら、あ、来るかもなって、ちょっと緩めるんですよね、ちょっとこの辺はあれやっぱ人多いかなって言って、ちょっとゆっくりのペースで行ってとか、それおもろいな。いや、あるよ、この今ちょっとあの常識が覆った。そうそう、なんか信号がすべ安全かって言ったら意外と安全じゃない可能性も。確かに、だってあの自動車教習とかでさ、よう出てくるの信号機でこうなんかバイクがこう走ってあれ危ないですよみたいな感じの多いですよ、うん、実はそのバイクの存在も気にしなあかん、そうそう、ね、本来は。それおもろいな、結構おもろい。日本とかだったらやっぱあれなのかな、信号の、いや言ったらさ狭いとかもあるじゃないですか、うん、国的に、うん、こっちの道路とかだったら多分もうまるでいいんですよ、田舎とかは、うん、もうだって広大な中の感じに信号をつけてもって感じだし、うん、かといって日本だとやっぱそんな道の幅もめっちゃ広いわけじゃないかな、うん、かっこいいな。で、なんだかんだ家もあるし、うん、おもろいなと思って。それおもろ、その違い面白いと思って、そういう知恵いいな、聞くない方が意外とっていう。だそれも知恵やん、丸にしてるの。本来だって交差点なわけやん、こうやって、うん、でもこれってどっちか止まってどっちか進む、どっちか止まってどっちか進むってやつするわけやのに、4方向こうあってさ、あの丸の感じでこうぐるって回ったらさ、しかもなんならもしかしたら、いやこっちに自分こう入ってきたその道をそのままもう一回戻りたいみたいな、うん、時に入って U ターンできるわけ。交差点よりなんならいいです、絶対いいよ。で変に無理なターンしんでいいわけやん、 U 字のターン。日本って U 字のターンあるやんか、やっぱそのどっかでするやん、うん、様子見て U 字ターンする、うん、でもそれがあったらさ、 U 字ターンをせんでもただ単に入って、いや間違いないな、回って戻るだけだったらノンストレスやし、そのそこさえ入れば。なんで信号あると思いますじゃん。え、だからあった方が、まあ、それこそ交差点の危険性があるからっていうので、やっぱ歩行者も歩くわけだから、そういうのも完全なところで考えた時にしっかり止めて、車を止めて歩けるように。だからめっちゃ人通りが多いとか信号機の方が良かったりする。そう、良かったりする。こんな人いい日の時に信号やったら多分それこそね、やっぱ待ってられへんとかで多分信号無視する人が出てくるやろうし、うん、だからその時にもしかしたら人が来ててとかでバーンあるで、てか無駄やな、お金の、うん、そうやって電気代かかるわけや、それに関しては整備もしなあかん、それはあるな、うん、そういうのがやっぱこっちは別にないやん。何の話してんの俺急に集まるやん、こういう意味やからこういう意味やからの話。え、その松川町にあの人工芝の施設がない県から、そういや高速お金かかるな、からそんなことない、信号機いるっていう話から。でもやっぱ信号機っているくない、いいなっていう。
まあ、あった方がいいのは多分いい、うん、場所による場所による絶対。結局何でもかんでもさ場所によるし、場所による特に時と場合による。 TPO による、 TPO によるんだよ、マジそう。タイム、ポイント、ポイントやったっけ、フレーズじゃない、わからない。俺 TPO 初めて聞きました。 TPP しか知らないです。 TPP はお前環太平洋、お前なんちゃらなんちゃらやなんとか連携 TPO 知らん。 TPO 考えていくわけみたいな。 TKG 玉川くんは、ああ、なんすか TPO って。だからタイム、確かプレイするで O が O ねっていけない。 O、 いやいやいや、誰が無念やお前すぐそういうしょうもないことしか頭が構えない、はい、無念です。無念ですって何無念ですって何、無念です、無念ですね、うん、TPO、 そう、時と場所言った時、場合、あ、場合や、場合やから O がな、オケーション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 やったっけ、ロケーション、いや、ロケーションはお前もわー、ここの風景ロケーションええねって言うやつ場合のあれから取られて、言うたら TPO で服装考えながら、例えばめちゃくちゃ葬儀やのにあのピンクで来る、ピンク色の意味やかな服で来る、おかしい話や。だそういうのを TPO でやれよって、判断しろよって。へえ、それでもあれやな、サッカーも一緒や。いや、そうやで、 TPO であの判断変えろ、それ言うやん、言わんにゃ、分からん。そう、 TPO 初めて聞いた、なんとなく聞いたら分かるけど、そうなん、 TPO ってよう言うけどな、これ有名やけど、有名っていうかよく使う。だって俺社会人やってないし大学やってないのでかいで。いやいや、そんなあんなましゃ、でも高校の時にも言われたけど TPO、 うん、 TPO 考えて行動しろよとか、 TPO 考えて、 TPO のことを考えたらそんなこと取らへんとか、そんなことならへん。初めてや。うっそ、授業とかでもなんかそういう道徳的なあれで学ぶけどな。 TPP しかマジでならん。環太平洋なんちゃらなんちゃら、その後名前忘れてる。そうなの、だからか、TPO、君 TPO がたまに欠けてる時、まあ、それで言うとそうっすね、特に T と、あーでも O も多いな YPP はね、場所です、場所、場所はまあ場所で、場所なんていうの、場所でのこうあれを分かってない。でもまあ場所はわきまえるやん、さすがに。 T とかちょっと怪しいな。でもやっぱ結局さ、なんだかんだ俺遅れたりする時あるじゃないですか。さ、こっちのドイツ語の学習とかでさ、その女性とかに会うときにさ、やっぱ俺10分前には行ってまおう。いや、そう、行くよ。エリアさんとかの約束には正直あの50分くらい遅れたもん。いや、マジで芝生でそれは。この前あのね、女子、ワールドカップだったっけ、ユーロか、ユーロの時も、お前なんか待ってくれよ、なんか全部2人で行ってないで、2人の話ばっかしてるよお前。あれ怖いなあれあれ、俺らってできてた、そういえば怖いな、俺らってできてた、そういうユーロは結局10分15分遅れて、遅れて、やけど2人でやろう、で俺だけ1人で待ったってことよ。あれ、彼氏彼女みたいな感じやごめん遅れたって、まあ、それさすがに遅れたからパン買ってくれるパン買ってくれる、ちょっと嬉しかったけどな、ね、ええのってなったもん別にいらんのにと思って、そういうの大事ですよ。そういうの大事、学びましたよ、エリアさんから。そういうの大事やん、エリアさんから学んだ、また俺やん、えやばいてしかもなんか俺もだってもその待ってない、まあ試合も始まったから別に待った感はなかったけど、別に遅れてきても別に何も、うん、もうなんかもうあれかん、彼女みたいな感覚で、俺が彼氏みたいな俺さ別に全然待たされるの全然問題ない、そういう女の子が待たされて苦じゃないけど、その状態みたいなのして、まあ試合もやってたからかもしれんけど、まあそうやっぱ、ね、俺ら2人ばっかり気持ち悪い。俺なんかさ、友達さ、友達っていうか、ね、なんかめっちゃ親密な人って一生ずっといるタイプなんですよ、うん、
それこそ親友とかもそうです、うん、高校の時の友達もそうです。なんかね、なんだかんだ浅く深くなのかもしれない。え、どういうこと？狭く深く。何の話？あの友達の作り、そういう感じ。でも俺広く深くいきたいな。わかるですか？だからもっと、そうです。やっぱいろんな人と話すのは楽しいですね。楽しいな。しかもなんか知らない間に知恵ついてるし、そうやっていろんな人も、あ、そうなんですか、ね、気づきを話してると。なんかもう話すときに最近めっちゃなんか意識し始めたのが、この人の考えって言うたらさ、大体その人の人生からさ来てるわけじゃないですか、うん、その考え方なりさ、うん、行動なり、うん、それも含めてさ、あ、会話っておもろいなみたいな、うん、エリアさんとかのさ話聞いててもさ、マジすっからかんだけどさ、おい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 、俺すっからかんでした。いや、正直すっからかんだけど、やばいやん、おもろいし。え、じゃあ聞いてる人、俺すっからかんや思われてるやん。でもほんますっからかんですよ。すっからかんやけど、あれ目と、うん、もう鼻と口で、うん、あの言うたらそう、すっからかんとは思わせへん。あ、だからその時は母ってなんねんけど、後々考えたら、あれコロコロっていう感じになっちゃうから、相手は。俺、目と鼻と口で、その時は、もう、すごい、伝えますからね。伝えて、熱い思いで、言うたら、わ、すごい、心響くと思うけど、響いてるのは、ただ単に目と鼻の口が響かしてるだけで。だから、目力とか大事ですよ。今、多分、会話の内容聞いたら、多分、あれ別にすっからかんやったな。すっからかんやんってなる。そう、すっからかんです、僕。そんなことないですよ。すっからかんの人間です。なんかそれを含めて面白いなっていう最近思ってましたね。ああ、楽しいな。いろんな人考えあるし、うん、それこそさ、ハヤトとかと話しててもさ、ハヤト今18歳なんですよ、うん、俺がドイツ行った時と同じ年なんですよ、うん、俺大丈夫だったかなって。ハヤト見てて俺が大丈夫だったのかなじゃなくて、いや、ハヤト見ててやる。まあ、それもあるそれもあんだけどさ、その俺18歳の時言うたら、まあ、コロナでちょっと結局やめちゃったけど、うん、日本食レストランでさ2週間くらいかな、うん、やってた時もさ、エリアさんみたいな関西人がいたんですよ、うん、よう突っ込んでくれる、うん、名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。そういて、うん、で、毎回キッチンでドカーンって笑わしてたんですよ、そのツッコミと俺のふざけたようなボケ。何やねんそれみたいな。でさ、そのやってたけどさ、大丈夫かなと思って。いや、もうそれはいいやろ。だなんかさ、そういうのも思い出したりしたらさ、俺のその18歳の時どこだったっけって思ったとか思ったり、会話する中で、ね、うん、それこそ確かにどうやったんやろな、自分どうでした。どうやったんやろ。しょうもなかったでしょ、正直。しょうもないで。しょうもないのはしょうもない、うん、しょうもないことしか言うてへんかったから、多分やってなかったし。別に今もそうっすよ。いや、だあれ、もしかして、28のエリアさんが26じゃん。26か。お前、韓国のお前、腰増すな、お前。26のエリアさんに。じゃあ、誰が26じゃん。それはあれっすか。26じゃん。26。しっかり26じゃん、俺。もしかして今一番食らう言葉でしたか。いや、でも確かにしょうもないと思うねんな。めっちゃ、まずな、たまにこう自分をこう見た時にな、他のな、その俺の同世代の、だからまず年齢とかを考えた時に、俺ちょっとガキすぎんなと思うね、めっちゃ。ほう。え、やってることめちゃめちゃガキやんっていう時しかないねん。え、これ俺さ、大人な男性に見られへんやろと思って、やっぱり。めっちゃどうすんの。え、めっちゃ思うねん。でもやめられへんねん、別に俺それ帰れへんねん。おもろいもんな。おもろい方いっちゃうやん、そら、うん、はしゃいちゃうし、うん、しかも なんせ俺の体がそのガタこうへんから、うん、元気やからやれんねん、うん、体腫れちゃうから。そやだから、まあって思うけど、でも僕ほんまマジで言いますけど、僕やるときやるんですよ。そうっすよ。あの大人なあれ出しま出ますよ。
やるとき。てか、そこが一番本領発揮してるっすもん。いや、なんなら発揮してるかな、うん、ふざけたところって別に何にも発揮してないですけど。そう、そこが一番。おい、何にも発揮してんの、やめてくれ。ちょっとそっち発揮してほしい。そっち、そっち楽しまして。いや、エリアさん、あの、どっちも発揮させない。でも俺、でも確かにこっちで、こっちで全然大人な、あれやったことないな思って。いや、いいんですよ、振る舞いがもう全部ガキ。いや、いい、高校生みたいなノリやもん。だって俺多分ハヤトより高校生、うん、それはハヤトも認めてた。うん、ハヤトより多分18歳19歳ぐらい。いいんですよそれ。いやいやいや、いや、なんかでもさ、なんかいつからか分からんけどさ、それがあんまりっていう時代が来んのかな。その時代っていうか年齢が、エリアいつまでそんなことしてるみたいな。いや、どうなんやろ。いや、今は別にないでしょ。あるんですか。いや、俺別に、俺自身は別に何も思わんから。俺は持ってるっすけど。持ってんのかよ。じゃああかんやんけ、もう来とくれないやん。いや、いや、嘘っすけど。来とくれないやん。あるんかな。俺は別にさ、何歳になってもさ、君は君らしくいたし。おーい、久美馬高校スローガンなったで、エリアさん。俺やけん、好きなことだけ。え、でもまあ俺多分このまま変わることはないよ、その性格が。いや、逆に変わったらキモいけど。キモいやろ。俺無理やねん、そのなんか大人っぽくいくの感じも。でもやるときはやれますやん。やるときはやるよ、そら。ビシッ、ビシッと男見せるとき見せるし。サンズイっすか。え、サンズイ、サンズイのお店。えかん。え、男、男、そっちっすか。男が燃えるの方。男女の方じゃないですか。男女の方、まあまあ、そら見せますよ、男。でも、さらに男見せるときもあればありますよね。でも見せる機会ないな今全然。あれ見せたことないのに。ややこい話や。今のところ 100ガキでやってもてる。100ガキでやらしてもってます。男の子になっちゃう。もう若く、確かに若くいたいっていうのもあんねん。そら、まあ、ね、別に意識して若くいたわけじゃなくて、すごいこれやから。いやー、マジどう見られてるやろうと思って、行く人は、うん、先輩感はないから、やる。そうっすね。やろ。それでもない。それいいやん。いや、いいけど。先輩にさ、俺さ、先輩先輩すんのめっちゃ苦手やん。あ、まあ、それ嫌やな。正直。確かに。だから、その日本食のさ、あれもさ、その、ドイツの時にやってたあれも、俺19だが18だったんですよ。その先輩、それこそエリアさんと同い年くらい。あ、そうなの。俺ガンガン行って、うん、か逆に後輩がそれ行かなあかんねんやっぱ。それ行かなあかんよ。だからもうめちゃくちゃいじりまくって、そういうの察したから俺、あの、察せる能力が生まれつきかなあったんから、ガンガン行ったらめっちゃ気に入ってくれた。やっぱり飯小屋。いや、マジでそれ嬉しかった。あの時めっちゃ嬉しかったもん。いや、マジでそう。俺やっぱその何、先輩先輩されしてほしくないから、普通にフレンドリーな感じで行きたいから、うん、だから別にタメ語でいいし、別に問題ないし、うん、いや、だからそのなんかやらなあかんことだけ時だけきっちりそのなんていうする感じが、うん、あったらいいから、うん、別に全く問題ない。そんな今何してんだろうな、あの人。スクールやりたいみたいに言ってたよ。それこそサッカーのコーチみたいな、その話とかも、言ったら休憩中とかにさ、コロナでサッカーなかったから、結局そのレストランも2週間くらいでもうロックダウンになっちゃって、うん、あれだったんですけど、コロナもな、その休憩中とかにスクールの話めっちゃ話聞いたりとか、こういうのやりたいのにな、うん、そうなんですよ。いや、まあ、エリアさんほど元気な人じゃなかったけど、やっぱツッコミはやっぱ欲しいのくれるんですよ。はぁ、来た。俺ほど元気じゃないけどってやめろ。ねえ、それ。彼はすごいっすよ。ドットラーの皆さん。彼はすごいっす。なんやろな、元気なんかな。だって八つ橋好きっすよね。何の話しちゃう。ちゃうすか。何の話。八つ橋好きはやつは元気みたいな意味わからんやん。なんかこの
全然意味わからない質問してみたいなと思って。えぐいって今。いやだからないよって話。しかも別に八つ橋めっちゃ好きが言うたら別に好きじゃないし。好きでもないんだ。だって八つ橋は別に食うことあんまないもん逆に。ないですか。元気ですよね。関係ないよ元気だお前八つ橋はお前。なんでこう確かにな。いやなんかしかも年々元気になってる気がする。逆に。えうざ。それ100歳の時どうなるの？え、でもシャリねー元気になりすぎて死ぬんちゃう？元気すぎて死ぬ元気死あーでもでもさ葬式はおもろくしたよ。え、俺葬式はおもろくしてほしい。どういう感じにしたいですか？俺めっちゃイメージしてるんですけど、とりあえずボイスメッセージで、うん、そのなんか言ったらさ、お葬式行ったことあります？あるよ。お葬式ってさ、なんかこう周りの人がこう読んで、うん、なんか手紙みたいな、この人とこういうのありましたみたいな。俺もおじいちゃんの時読んだことあるんですよ、うん、その欄にその何 個人って言うんだっけ、そういうのって、その亡くなった人からの手紙、個人、ね、あのメッセージみたいな、おもろいらしいよ。欄つけて、はい、でどうもしました。多分え、これ流れてることってことはあれやな、そうやな、見てみたい。死にました死にました、僕死にました死にました来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。あれ少ないっすねいや多いやろみたいなのもここにも聞こえてみたいな。あれちょ、え、俺そんな信頼薄かったっけみたいな。いやまあええかみたいな、もう来てくれてくれる人もね、もう本当ありがたい話なんでっていう、なんかそんなはしたいの。なんか明るく送ってほしい。やっぱ自分も明るく生きたいし、うん、そうやな。その悲しいのは悲しいけど、多分それは残された人らがさ、絶対そのでもなんかそれをその時だけであっても、葬式の時はもうさっと、正直天国なかったっす。って生きてんの帰ってきてんの帰ってきてんの、なくてどうしようと思って死んじゃったけど、うん、でそうっすね、ツッコミでかった今。え、先の話知ってるの妻ののりこには、あ、別れたんだと。いやシビアいやそれツッコミの人来てほしいな葬式に。いやシビアやな、なんやその話とか。それあれやな、オーガナイズしとかなあかんな。そうや、エリアさんなんか俺が会った時はそのツッコんでくれよみたいな。そうやな、おるかな、俺おるかな、俺息子に突っ込ませようかな。そう、息子娘とか、おい、そう、父さん別れたやんとか。音おらんやん、おらんやん、その別に、あれ母さんで、母さんめちゃくちゃ嫌ってんでとか言って。それいいな。そう、だからめっちゃお葬式とか楽しくしたい、ね。それはそうやな。そういうのもあるしな。大丈夫ね、文化的にその許されるんかな。許される範囲で、ね、でもなんかそういうのあるやろ、そういう楽しんでっていうか、その、うん、陽気な感じで送り出したいっていう、うん、で送り出してほしいっていう、そういうのもあるからさ、遺言というか、悲しく終わっていくしかないっていうもあるから、それは別に問題ないと思うよ。しかも俺らがその頃にもっと変わってるやろし、もうあと1年2年ぐらいやったっけ。おい、寿命短すぎや、余命10年もないやん余命10年もないわ、余命10年もあった方がおかしいねんよな。余命10年もないわ、もう遊んで、俺で余命10年ですって言われた時に、多分俺やったら、え、その間に医学で、うん、医学進歩でなんとかなんとかしませんビジネス生まれるんじゃん、なんかありません、え、なんかありません俺なってましたね、なんかそのなんか、うーんみたいな、あ、余命いやいや9年みたいになっちゃいそう。いや、あの診断結果なんですけど、どうします、その付き添いの人もいいですか、一緒に、はい、もう一緒に、あ、行きます。いや、調べた結果、はい、余命10年です。しっくりこんのよ、しっくりこん、ちょっと長い余命10年ちょっと長い余命、いや、医学の進歩とか、うん、もちろん進んでいるんですけど、はい、その中で、はい、いや、ちょ、しっくりこうへんねんな、なんかその、え、しっくりこないですか、わかる、わかる、この感じ、しっくりこうへん、その、まあ、もう、はい、残された時間があと少しみたいな、多分なると思うねんけど、うん、もうどうしようみたいな、なると思うねんけど、いや、余命10年です、しっくりこんと思う、俺やったら、病気なのに、結構陽気っす、うわ、病気なのに陽気、
溢れる闘志。何それ。でもそれでも実際映画でそれ亡くなってる人もいるから、まあこんなあの言い方は悪いかもしれんけど、ふざけるもんちゃいますから、ね、ふざけるもんじゃないけど、人がね、あなんかあの病気ってどんな病気で忘れた、なんか聞いたな、余命10年の病気って何、なんか年々なんかそういう風になっていくっていうか、ALS 的な、 ALS ではないけど、 ALS もっと早いで、多分進化昔あったのペン、あのそれこそ三浦春馬さん、あやったな、やってたな、ペン落としちゃってさ、あれみたいな、最初はなんかあれだったけど、だんだんこけ始めた、緊縮性なんじゃないじゃないな、筋肉弱まってたよ、あれマジで俺のお母さんギャン泣き、え俺その時パッて見て、えお母さんって泣くんだと思って衝撃だったなマジで、いや確かにあれ結構悲しいっていうか、まあ、誰にでもありえることだし、まあ、あれは悲しいドラマでした、ね、なんか嫌やなこの雰囲気を、やべよやべよやべよ、それこそ失恋ショコラティエですよ、意味わからんってだから違う、何お前ダメっすか、何そのツッコミ、いやなんかあのやっぱ意味わからんことをさ質問するっていう、なんかそれおもろいかな、いやめちゃくちゃ意味やばい、それなんか今問題出されたかもって、そのあれ知ってる、なんか番組で言ったらそのツッコミを言うからそれに対してのボケをやってくださいみたいな、あんの、うん、今それこそでもそのそれこそお前失恋ショコラティアやないかいみたいな、こうツッコミがファンで出て、最初ツッコまれんの、最初にツッコミが出てね、それお題に対してボケ考えん、なんかそれ見たことあんの、え、それ多分めっちゃおもろいらしい、聞いてた、確かにおもろいな、またちょっと行くみよ、めっちゃおもろいで、目ないっす、話や、何してんの、俺らしか分からへん、そこも目ある、確かに目どこ行った、目ないっす、こいつ多分あれっすよ、あのちょっと多動症なとこあるから、こほじったっす、目こうやって、はやと、はやとな、もう人の話やっぱ聞かんよね、なんかそのエピソードありますか、もうそれこそ今日今日早かった、今日まだ11時よ朝に起きましたあのね、あのそのコーヒーメーカーをね、ちょうど知人の方にいただいたんですよ、うん、あのカップのやつでもうシャッとはめて、うん、お湯もうポチッとしたを沸騰できて、もうボタンポッと押せばコーヒーが出てくる、カップサイズセットしたらな、それのやつをもらって、もう飲んでて、これもらったんですかみたいな、そう、あ、そうやで、みたいな、で、まだ、あ、なんてもらったそのカップもあったから、それ飲もうと思ったら、飲んで、こうやってで、俺まず説明してね、1からここをまず、あの水入れてポチって押したら、沸騰し、なんか点滅するから、ボタンが、その缶は沸騰してる、沸騰させようとしてる状態で、その点滅が終わって光ったまんまやったら、あの、沸騰終了で、こうここをこうガシャッと下げて、はいはい、ポチって押したら量選べるから、それ押してだ出て終わるから、で終わったらそこのボタンをもう一回ポチって押したら、あの消えるから電気が、うん、でそれ で電気切って、はいはい、切んねんって言って、分かりましたって言って、こうやって飲んで、あいつやっとって、で俺もこうご飯とかコーヒーそれこそちょっと飲んで、でまあラジオの準備しようかなと思って、こうわーって行こうとして、こうバーってこうそのコーヒーメーカーの方にこうパッと見たら電気がついてる、使ってんのが隼人の終わりやん、はい、お前言ったそばから切ってへんやんって、言ってくれって言ったやんって言ったら、ああそういうとこなんそういうとこです、はい、あるえ言ったそばからやんという、いやなぜ忘れたってお前やで、ポチッと押すだけ、その10分前に言われてるわけえ、なんだろう、そのまま10分も経ってへん、だって作り始める前に言ってからこうなんかいろいろやってたから、何なんだろう、それこそさ、俺もいいっすか、おい、何や何や、あんのか、あの動画もう出ると思うんで言っちゃうんですけど、そのね、ある人とあ、コラボの、はい、コラボしましたよ、めちゃめちゃ今頑張ろうか思ってます、はい、で、まあそれ家行きますよ、はい、で、あのエリアさん、俺、ハヤトで下のバス停に、うん、10分くらい歩いたら行けるバス停に、うん、あの集合しようと、うん、それの集合時間が確か16時35だったんですよ、そう確かに、39か、あれバス乗るからそれまでに来てって、そうって言われてたから、
俺16時39だから、まあ、35に着いてればいいから、うん、早くてまあ20か25に出ればいいかなって、うん、だから俺16時に、うん、あのシャワー浴びて、うん、でいろいろ準備してエリアさん先出たから、そうそう、俺ちょっとあの飲み物をね、そうでシャワー上がった時にエリアさん出るって言ったら、その時16時10分くらいだったんですよ。で俺もまあ10分あったら用意できるから、うん、バッて用意しようと思った時に、ハヤトがあのハヤトにその時ほな20分でよかって言ったんですよ、うん、決めてなかったから何時に出るか、うん、そしたら20分、うん、無理っすみたいな、いや俺25に 出ようと思ってましたって言い始めて、うん、あそうなんだ、別に決めてなかったからさ、うん、あまあ25に出て10分でいけるかって思って、うん、あまあまあ別にいいけど、じゃあ25でいいって言ったら、はい、でも早めに準備したよみたいに言ったんですよ。そしたら分かりましたって、あいつ25分になって歯磨きゃで俺言ったらさ、机とか持ってく、あれ、持ってくだったから、そう、え、お前先行くでみたいな、うん、そしたら富美くん先出てくださいみたいな、お前自分の約束時間にも守れてないやん、えぐいなそれで、ね、それを言うたらセシン君とハヤトってチーム一緒じゃないですか、うん、で何時の電車にこの何時に来てやみたいなのを何回もセシン君に言われてて、でそれ同じように遅れるらしいんですよ、もう何時に行くでって言ってなんか急に準備し始めたりとか、何時に電車のところ来てやって言ってなんか結局遅れてって、その時電車が遅れたからよかったけど、その時のハヤトの言い訳が、そのいやまだ電車来てないからいいじゃないですかって言ったりとかね、そういうのあって、セシン君がそういうのあかんでって言ってたんですよ、うん、その話してたから、うん、ハヤトがそれやり始めた時、あこれかって、これを言ってたか、だから俺怒るのもさ、その別に俺もそのあれがあるから、うん、前回はてか、なんかまあそういうのもあったから俺が別に怒ったなと思って、隼人お前セシン君に怒られんだよ何やねその一言その一言何、セシン君に怒られるでの一言意味が分からん、それセシン君に怒られんだよ、俺何やねその怒り方で、結局あいつ走ってきて、うん、でさ、そうやな、鬼を変ってんだよ、でさ俺が机持ってったからよかったけどさ、本来ハヤトが持ってくやつだったそれを言うてたよな、机持って走るなんて危なくてしゃあない、いや無理や、多分無理や、あれ結構重いっていうか持ちづらいし、そう、そういう話の聞いてないっていうところもあるんですよね、めちゃくちゃやん、めちゃくちゃやん、セシン君に怒られるんだよって何回言ったか、時間とかちょっとルーズやな、ほんまにハヤトめちゃくちゃっすよ、怖いぐらいにルーズや、怖い、俺まだ2人で行動するとき時間はちゃんと守るよね、出るぞってこの時間に出るかなって、エリアさんからですもう俺も言うからな、きつくこの時間に出るから行くぞって、おやすだから、その一瞬寸前で始めることはない、いよいよそれエリアさんだからとりあえず俺とセシン君にはそれ絶対やらんす、舐められてる、はい、でもなんかセシン君曰く、うん、それはハヤトが俺らに仲良くなった証だみたいな、まあまあ、ね、言ってて、まあそうか、俺はあんましないけどなと思って、いやそういう、まあでも俺も遅れますから、いや別にもうその遅れんなしゃあないけど、集合でなんなら俺エリアさんならまあいっかって思っちゃう、これどういうことっすかこれ、うわ俺に聞くな、どういうことか分かんない、どういうことやねんって俺が聞きたいぐらいのその状況、なんで OK やん俺は、え、ダメっすか、別に悪ないけど、俺はと思って、え、と思って一回ってぶち切れたんだって、本気で切れてみて、一回切れてみてや、本気で切れてみよう、はぁ、あ、まったくいい人生だった、はぁ、あ、何それ、いい人生だった、なんやねんお前それ言って、どこ行くねんお前、勝手に消えてったやん、そのびっくりしたんですよ、うん、
話ガラッと変えていいですか、まさにさっきブラックピンクの新作新曲出てたの、俺言うことちょっとちらっと見て、3時間で何万再生でした、なんか 6? 3時間で2000万です。3時間で2000万ですよ。2000万、今パッと見ました、 YouTube パッと出てきました。5時間経ちました、はい、何回だと思います、何万回だと。もうその計算で言ったらさ、3時間で2000万やろ、その計算で言ったら大体4000、5000いいで、パネルアンサーです、パネルアンサーです、ちょっと少ないですけど3461万。これどういうことか知ってます？待ってくれよお前、俺のあれハードル上げすぎたやん、ミスです、いや俺のミスなんかな、君のそのあれがミスちゃう。3000っすよ、エリアさん、エリア3000万回Kドットチャンネル5時間で何回っすか。5時間で32回とか多分それぐらいだ。何倍、30だから300倍。え、今どこなんやろ、300倍よ、競馬だったら当たらんよ何の話やねん。あ、1人増えてる、チャンネル登録者さん、ありがとうございます、おはようございます、ブレピブラックピンク、チャンネル登録者数7720万人。7720万人、どういうことですか。そういうことやろ多分やけど、そういうことやろ、そういうことか、ピンクベノムっていう歌なんですけど、え、大丈夫ですか。ピンクベノム、え、それね、あのナイキのハイパーベノムのピンク色ってこと。いや、まあそんな感じですね。そんな感じじゃあかんやろな。いやでもほぼ、ほぼ合ってるっす。ラッタッタッタララッタッタララッタ。だってさ、前の曲がさ、いつよ、いつ出ちゃってるのよ。知らない、ね、前の新曲が、え、めっちゃ新しいやん。この、なんかめっちゃ遅ない出す頻度、うん、1年前だよ、ちょうど。え、そうなん、何してたんや、あれ。ソロか。あ、待って。1年前。なんかソロ活動してなかった、ずっと。そうだね。1年前か、これ。1年前か。いや。1年前。なんで言い直したの ?1 年前。1年前かブラックピンクマジかっこよかった、しかもかわいい、かわいい、なんでなん、かっこいいとかわいい、なんでかなお前エリアさんと同い年くらいですよ。そやな、え、同い年か、そやな、ちょっと上、え、だってあれトゥワイスぐらいやろ、うん、俺同い年、ナヨン姉さんの、ナヨン姉さんが俺の一個上だな、ナヨンマネで、ああそうかそうか、そこまでライオン姉さんに近いんだけど、いけんな、だってね、だって東海オンエア、東海オンエア哲也、峯岸みなみ推しっすよ、推しやろ、高校2年から推してたみたいな、やろ、すごい推しなわけやん、でもめっちゃ好きやし、トワイスいけるな、推しで言うとさ、2020年からだから、俺意外と新参者やん、俺だって新参やねん、だって2018年とか2年年上ですね、じゃあ、でもそれにそこは関係ないやん、どれだけ好きか、そのほんまに俺らワンスじゃないですよ、せやな、それは申し訳ないな、それは申し訳ないけど、あの付き合わせてもらいます、だって好きなんやもん、何好き以外に何か理由ある、続けてください、いや俺は好きやったらそのまままっすぐいいよ、いいと思う、だって好きなんやろ、カオスやんBGM 大事やろ、だって好きなんやろ、 BGM 大事やろ、確かにこういうのでな、え、今のもう一回言ってもらっていいですか、好きなんだもん、だって好きやねんもん、君はシンデレラ、やっぱ俺もうアホやし、もうなんていうの、その
頭良くはいきへん。でも気持ちだけはマジで伝えれる、素直に。だって好きやねんもん。もういいの、いいよ、いいの、もう一回言ってもらっていいですか。え、だってさ、好きやねんもん。だって俺頭悪くて、まあもうなんて賢いことっていうか、 スマートにはできんけど、でも気持ちはマジまっすぐ伝える。本気で俺は好きやから。怖いな、怖い。いや好きだからみたいな。いや俺本当に好きなんだよ。だってすごく本当好きで、まっすぐなんだよ。怖い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 。怖ない。BGM 大事やで。大事やで。マジで大事だな。BGM で声変わんもん。もう一回言ってもらっていいですか。やっぱ俺好きやから。俺その頭悪いし、アホなことばっかりするし、スマートにできん、かっこいい男性っていうのはできんかもしれんけど、でも俺は全力で守るし、体張って守るから、楽しませるし、笑顔にさせる。だってめっちゃ好きやねん。おいいやん、それはいいやん、嵐でね、嵐で。いいですね。もう一回止まってもらって。やっぱでも、やっぱ好きやから、やっぱその俺ってアホやし、こんな感じやからさ、なんかと思われるかもしれないけど、もうほんまに好きで、まっすぐやからずっと見るし、まっすぐ何があっても守るし、何があっても助けるし、何があっても笑顔にさせるから、幸せにするから、それぐらい俺は好き。だから俺は今から戦いに行く。やっぱそうなるんか。兵士を叫べ。兵士を。やばい。BGM 大事やん。戦いに行ってもらおう。もう一回言ってもらってます。いや、やっぱ俺好きやから。俺やっぱただまっすぐに気持ちやっぱ伝える早し、もうアホやからまっすぐにしか行けへんな。それのまっすぐっていうのはやっぱ何々やし、俺マジで好きやから全力で笑顔もするし幸せにする。ほんまに好きやから。二度とは戻れないよ。過去の話の、ね、俺が告白した後の話や。その過去こんなことあったよねみたいな話になってもうてる。BGM お前俺何回連続で告白したの。ちなみにエリアさんのその告白のやつ、歌のせいで何も聞いてなかった。俺別に俺も何言ってか分からない。BGM 大事だ。告白の時もちゃんと伝えるけど、しっかりいつも分かんないよ、ふざけるけど。一回しかしたことない。は？いや、はじゃなくて1回。でもその1回が幸せだったんだ。あれなんか噛んでた。悲しなってきたけど、なんでな。なんで俺は悲しならなかんの。おかしいやん。悲しくなる必要なくない。俺なんで悲しくならなかんの。そうっすね、もう悲しいですね。悲しいな、それは。なんか思い出したら悲しくなってくる。いいですね、アイデアさん。悲しくなってくる。でも YouTube とかラジオとか聞いて、それこそエリアさんのその能力がどれだけすごいものか分かってくる。伝わってるわけないやろ、この能力。これでいやいやいや伝わらないやろ、お前。なんで俺ま好きやから。こんな言ってるやつ。いや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 、めっちゃ残らんに。いや、俺好きやからとか。なんで有名にならないかだけはあれだけどね。その何が、なんか K ドットチャンネル。え、 K ドットチャンネル見てもらってもいいけど、ほんと。なんかさ、もうポスター貼り行く日本海。そうしようかな。いや、もうここも貼ったろかな。ここ貼る、貼り続けよう。ちょ、お前無駄遣いしんどいぐらい。セロハンテープのさっきからなんか何してんの。クソの始まるやん。本日のね、ラジオは大村エリアと香港で。全然面白ないんやけど、その
何してんの？誰が豚ゴリラや。言うてへんし別に。キテレツのさ、豚ゴリラ知ってます？知ってる。ドラえもんでいうジャイアン的な、そう、あいつ豚ゴリラって言うの？あいつさ、かわいそうじゃん。かわいそうよ。おい豚ゴリラー、まずそこでキレろよそれ。あーって言うの。なんかさ、ゴーダタケシなのにさ、ジャイアンって言われてるの、かわいそうじゃん。でもあれ、まあまあ強いっていうあれだな。そのあ、でも自分で言うしね。そう、自分で言うて、俺はジャイアン、自分で言ってんの。自分で言ってるやつ。まっすぐ見つめた先に、え、信じる青のがなくて、え、絶望した日もあるさ。トゥナイトゥナイトゥナイ、とんでもないやつ出てきたもんか。最近なんかさ、古い曲にまたなんか聴き始めちゃってさ、それこそブルーバード、羽ばたい、そっちじゃない方わからん。君のカラオケの一発目の曲、何やねんその目で見てきて。気持ち悪い。俺の お箱取ろうとして、お箱なのね。マジであれ一発目歌ってください。あのカラオケで死ぬて一発目行くキャラの人いるじゃないですか。特にまあ言うたら先輩と行ったら後輩が大体一発目行くんすよ。バッて盛り上げるんすよ。レギアン、もうなんか温めるためのレギアン。でそこで潰れ役になる人、一回ブルーバードを歌ってほしい。やからんやろ。でもテンション上がる。そんなマジすぐ温まるっすよ。温まんな。青い空と共に行こうよ。その代わり白い砂浜を喉は死ぬしながら、そうやな、難しい話はいらない、君が笑ってくれればいい、そう言って僕は何だって出せた。知らんがそう言って君は笑いかけた。なななななななてれれてれてれれてれれ。あとシングルベッドですね最近。あ、歌ってんな、なんか古くせえなと思いながら聞いてる。いやお前歌詞やばいで、あれ結構。歌ってもらっていいですか。どっか。クイーンベッド。いやでかなっとる。ちょっと言う、あ、ゆったり寝てるやん。ちょっと大きくなってるやん。1個か2個ぐらい。あれめっちゃいいよ。それシングルベッドくらい。これシングルベッド。うん。え、なんか。どうしたんですか。この携帯やばいかもしれない。ラジオ中になんで携帯いじれるんですか。いやこれ YouTube の携帯。はい、あ、話した。お仕事。よかったよかった。ちょっとこれマジで容量不足になってきて困ってる。パンパン溜まってきてる。動画が。てか問題どうしたんこの問題。てかってない。そっかそっか。は。何やこいつ。いやー。ね。お前抱いてた頃、くだらないことだなって二人で笑ってたね。まずシングルベッドで夢とお前を抱いてた、これこんなうまいこと言える。確かにね。怖い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 。面白そうなのを見つけちゃった。何？クイズノックって知ってます？知ってる。なんかあのクイズする頭いいやつらなんですけど。知ってるよ。空気読み、あ、かっこ空気読み、誰かが2文字書かなきゃいけないネプリーグ。あ、それむずいの。言うたらさ、これ新幹線やん答え。なのにこの新って、ま、最初の人が書いて、あと感染って書けばいいのに、この人があのシンって書くと思って、前の二人が、真ん中の人がカンって書いちゃって、
結局答えが新運関運運。それ面白いな、やってみようか。それやろ。なんでこいつがんって書いたのかわからん。え、新関確かに。お前足りてないやん。4番目の人がなぜかんって書いた。え、でも待って、新関線よか6人もやろな。誰か1人が、あ、最後に書くと思ったか。新関うん、線で見ましょう。新関うん、ああそういうこと。あ、もうそれやったら別に合ってんな。これおもろそうやろ。それおもろそうやろ。しかも再生回数、うん、何回だっけ、何万、何百万、それ何百万、100万280円。えー、てかそれ有名やんだけど、有名なの。え、それ一回ちょっとロックしてあれやな、シャワー丸して、昼飯、昼飯、昼飯見て、それで企画考えよう。昼飯大事やな。昼飯めっちゃ大事やで。昼飯結構案出るからな。最近おもろいのはやっぱワンピースのカードゲームですよ。あれめっちゃしたいねんけど。俺もしたい。あれめっちゃおもろそう。ドンフェイス、ドローフェイス、あれバトスピアン、せーの、ドローステップ、リフレッシュステップ、俺のターン、ドロー、デュエマだな。なんかゲームの感じ的にはデュエマ似てるけど、デュエマ似てんの。なんかモンスターをさ、もっとアタックしていきたいっすよ。でなんか負けたらさ、普通墓地やん。だから墓地やで、言ってんの。一応墓地やで、あれ負けたら。え、でもさ、手札なものなんで、攻撃の方も負けたらさ、普通墓地じゃないですか。いや、攻撃の方はだから負けへんやろ、あれ。だから防御されただけなんやろ。ブロッカーでさ、ブロックされたら普通墓地なんですか。でも死んじゃうとややこしいんじゃん。そうや。とりあえず今んとこ110海賊団。そこが強い。いやあれマジ普通にあいつが強いな。あれせいや、せいや普通に強い。お前と離れ一年が過ぎってな感じですかね今日は。え、もう終わる、うん、寂しいな。ちょっとねスーパー行きたいです。うわ、わかる。え、マジですか。どうぞ。あ、行ってくる。一人で。俺の買ってきてもらっていいですか。いやいや、ありがとうございます。ちょっと行ってきて。後輩、行ってこい。おい。わかりました。先輩の頼み合い。やめろ。変な、やばい後輩、やばい先輩なんか。大丈夫です、大丈夫です。あ、全然嘘なんで。え、こんな先輩じゃないんで、僕。嘘っぽ。僕、全然こんな先輩じゃなくて。え、嘘っぽい。いや、会いたいとかね、そんな、じゃなくてね、うん、まあ、ただ僕より、うん、まあ、先に知らないでほしいというか、うん、まあ、そんなんでもないんですよね、うん、え、ああ、うん、まあ、やめときゃよかったなと。なんでもないよ。なんでもないよと。ケイスケホンダ、まあ、なんでもないよと。ケイスケホンダ、君といる時の僕が好きですこれやっぱおもろいな、マキイカ。マキイカのこれおもろいよな君といる僕が好きですなんですよね、好きなんですよ。ちょっと練習しようかな。マジケイスケホンダだもんな。めっちゃ似てない。めっちゃ似てる。しかもしゃべってる内容とかめちゃめちゃかっこいいし、おもろいし、まあいろいろありますよ。どこ出身か。アースです。アースですよ。アースです。君といるとき、僕が好きです。あれいいなぁ。え、何人の？ドラフト会議2018。何の ?2018 のドラフト見てんの？意味わからん。うわぁ、うわぁ。シングルベレットで夢とお前。金足農業って知ってますか？あの甲子園でさ、一回岩手県代表かなんかで出てきたさ、してるめちゃくちゃなんかジャイアントキリング、あ、甲子園だから、なんか懐かしいなと思った。めっちゃ勝ってたんだよ、金足の。金足、金足、吉田康生、あれですね、ピッチャーですね、多分。金足の日ハムに2018年のドラフトで、あ、そうそう、
こいてもしてる。じゃあ終わりますか。終わりますか。でね、あの今日あれ、あそうや、ヒロと瀬新ハヤトが試合ありますね。その問題かを試合があるんですよね。2節目、あの開幕戦、あのぜひ見てください。あ出たよね今回、あの出たよねって話今回あの初のね2会場で撮影しました。はい、大変やったなあれ。大変でした。シャカオル、シャカオル、この前にシャバス、いやその動画で出るやつやけど、あのシーン見ました。いやじゃあなんかさ、てかいいっすやね今のゼハハハ、何やね今の。ちょっといいっすか、うん、なんで俺の顔隠したんですか。あ、気づいてくれた。ええ、ここら辺かな、いくらさ、ここら辺かなとか言ってちょけったから、うん、ここに出したろうと思って。いくらさ歩くウニを回るかみたいな、いくらうるさいからといってさ顔隠すはなしちゃう。あれでも笑いポイントやろ、少年おもろかった。おもろかった、よかった。いやあのあれっすよ、普通におもろかったって言っとけばいいやと思って。最低やお前。いやおもろかったです普通に。いや嘘つけ顔嘘やんけお前。この辺かなとか言って、なんかこう右左やってたやん、はじめそれやったのもね。まあまあまあ、いやおもんなと思って顔隠そう思って。なんかあれっすね、演出がどんどん増えてっておもろくなってますね動画が演出っていうのはそのてれれれてれあれ、あじゃあ音なんかさ、あれそこのなんかおもろい音欲しいなと思って、できる限りデデデデンみたいなやつだった。そうそう、音変えた好きいやなんかいや笑いましたよ。あれなんかあれでもほんまちょっと使っていいんやったら普通にある曲使ってみたいなと思うんだけど、どんなのかな、ちょっとくらい使ってんかわかんないね。ということであの今日試合あるのでね、あのまたね、はい、見に行きたいですけど、見に行きたいですけど、ね、インタビューかなってんの。あ、そう、見に行きたいですか。見に行きたいです、本当は。練習なのね。練習で、はい、でもね、その怪我ちょっとあって今、はい、無理ですけど、はい、あ、マイクが鼻に当たってる。続けてもらって続けれるか、これで俺らがあれか、土曜日か、試合。そうっす、互いに。なんで、まあもうとりあえずね、今週も試合あるのでしっかり立てるように頑張りましょう。はい、ちょ俺だってほんで、あれか、怪我で、はい、あかんけど、はい、うん、ちょっと難しいけど、はい、あ、なのでね、はい、まあ頑張っていきましょう。はい、で、ね、喉もどけ攻撃がなしやって見えへんとこで何してんねんお前二人でお前イチャイチャしてるみたいな。ガチキモいな。マジキモいわ。やめとくか、終わろうか。はい、ケイドチャンネルの、はい、チャンネル登録とグッドボタン、あとコメントよろしくお願いします。あとね、リアさんの方で YouTube やってるので、もうその宣伝もしてくれるの、ありがとう。あのチャンネル登録のボタンを2回押してください。なんでな、外すん、なんで外すん、離さないでください見てください見てください、ちょっと見さしてよ。見たらええやん、見てくれよ。見さしてよ。見さしてよってね、産ませてよ。いやー出た、ごっつええ感じ、産ませてよ。いや知らんがな、勝手に産めよ。うわ、名付けてよ。いや知らんって、だから汚いなあれタルタラ最近見始めたやつだ。あれめちゃめちゃおもろいよ。じゃあエリアさん、指名もらっていいですか。そうですね、まあ金曜日ということでね、花金、花金ですよ、花金です。あのまあ大いに楽しんでいただいて、もうリフレッシュしていただいて、また来週から頑張っていきましょう。花金頑張ります。ニャス、ということで終わらせていただきます。はい、終わり。